ショールームってさ、開いてもあの配信を閉じてもね、聞けるの声が。だから私の配信を聞きながらちょっとゴールデンベッドタイム大富豪をやってほしい。やってる人はね、無理にとは言わない。本当に今9時か、最悪だ。もう10時過ぎてるから8時だと思ってた。ゴールデンベッドタイム今日はできません。練習しなきゃ本当にまずいので、できない、やりたくてもできないの。今日も本当は配信ね、2時間ぐらいやりたかったんだけど、大富豪配信とかでね、ちょっとできない、本当にできない。サバカでやってる、ありがとう。こんばんは、こんばんは。花束、ハート、たくさんみんなありがとう。バラとジージーもありがとう。こんばんは、こんばんは。明日もね、ちょっとできないな。私はやばい、本当にやばい、ピンチすぎるから。どれ、頑張んなきゃいけないけど。ふぴさん、ハート。くまのおたさん、かわいい。虹、どこどこのアウターさん、これはなんだ、ハス、お花、ありがとうございます。7月5日お声、初めてさよ見に来る、嬉しい、ありがとう。しっかり私のアウター当たってる、嬉しい。配信、どうしよう。でも明日は朝早いからな、朝配信。いや、わかんない。ごめんね、ありがとう。みんな、悩んだアバターさん、レインボースター、ハッピーさん、ハス、パンダのアバターさんはレインボースター、てるてる坊主、ありがとうございます。汗汗してる。今まで、いやー、そうでもないか、 SK の活動してて一番焦ってる時期のトップ1、トップ2に入るぐらい今焦ってる。本当にこんなんだけど、伝わらないかもしれないけど、ZEP の本番が終わったら話すね。何話すか分かんないけど、こんなだったんだよ自分みたいな。SK に加入して一番焦ってるっていうかさ、やばい、間に合わないとかって思ったのっていつだろう。エコパも確かにあの時全然踊れなかったし、覚えも悪くてずっと練習してたけど、曲数が全然違うし、今と正規にメンバーになってで、チームでのツアーが始まるから、エコパー違う、エコパーも大変だったけど今ほどじゃないな。あとはなんだ、松村さんの卒コン、まあ、あの時はあの時で忙しかった。追いつけてなかった。あと何があった、チュリさん、ジュリナさんの卒コンも確かに汗汗してた。12周年は私、僕隊と青春ガールズ公演で、確かに僕隊汗汗してたけど、今じゃない、今ほどじゃない、本当に。確かに大変だけど、大変の差が違う。いざ12周年じゃないってことは、その次、タコ、ファイト、傘、ダルマ、レモンスター、たくさんみんなありがとう。
がとう、本当に本当にありがとう。なんかでっかいクマ、あ、私のアバターだって、すごい名前呼べないけど、ササンのアバターさ、クマ、これタワーだ、うん、ありがとう名前ずっと覚えてるファイト、レイボースター、ありがとう、みんな、アイス、ありがとう、アイス今日食べたよ、あ、メールで言ったわなんだろう、何が、いや、うん、そうね、今かな。え、レインボースターってこんなにもらえるの。クマ、ハート、ブホみんなありがとう、ごめんね、頑張るわ。え、だから本当に楽しみにしててほしいな、ゼップのツアーは本当に。福岡、羽田、東京、7月の17、15、19が青ヶ岳ね。ハートミラーボールもたくさんありがとうレインボースターもありがとう。あ、SK じゃない、すごい、受験さん、ハロー、ハロー行けなくてもなんか見れたらいいな、なんかないのかね、楽しみだ。あ、危な、うわ、危な、また口挟むとこだった、昨日と同じで、危ない危ない危ない。 K2、 行きたくないみんな見てね、来れる人楽しみにして、来れなくても配信ある。嘘、もう出てるの。あ、非公式、非公式チャンネル見られるみたい。あ、出てるんだ、よかった、言っちゃいけないのかと思って、どこまで出てるか情報がさ分かんなかったから。今その歌っちゃう曲練習してんの。そう、まああと他にも全然あるんだけど、非公式で、え、すごいすごい、非公式はニコ生、あれ、ニコニコ配信、なんていうんだ、レインボースター、傘たくさん、なにこれ、もしかしてタワー分、ありがとうございます。博多も配信してほしい。え、全部ないの。え、一つだけなわけがないよね。え、でも非公式、え、どうなんだろう、毎回あったら全チームで何公演分もあるから難しいのかな、ちょっとそこら辺は分かんないな。てるてる坊主、傘、ありがとうございます、すごいな、傘ずっとある。でもさ、明日から雨だよね、確か。そう、今日さ洗濯物めちゃめちゃ回したいと思ったのに回せなかったんだよ、回せなかったんだよ回したかった。なんか来週1週間ぐらい予報だよね、雨が続くらしくて、どうしよう、溜まっちゃう洗濯物が、室内干しできない、臭くなっちゃうから嫌なの嫌だ、部屋干し一番嫌だなんか東海地方、え、でもどうだろう、予報だからさまだ変わるかもしれないじゃん急に。でも来週雨って言ってたな。そう、なんかさ実家の方だったらお風呂場にさちゃんと換気扇とか暖房とかつけられるから干せるじゃないですか。でもね、名古屋私のお家ないので、そういうのないので、そう、悲しい。え、部屋干し用の洗剤使ったら匂いしないの。一回も使ったことない。え、そう、乾燥機ないの、うち実家はあるよ、ちゃんとある、さすがに。そっか、
コインランドリー、確かにコインランドリーどこにあるんだろう。探せば意外と近くにあるのか。傘たくさんありがとう。レノア、あ、よく聞くな。危ない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 、今危ない、見落としちゃった。ミラーボール、傘ありがとうございます。今日は朝ごはん何食べたかな。ハッピーさんかわいい、ありがとう。いないけど。いないけど、待って、サーキュレーターって何？名前だけ聞いたことある。サーキュレーター、乾燥機みたいなやつ。傘たくさん、なにこれ、いっぱい。ずっと飛んでる、かわいい、ありがとう。新しい、なにこれ、え。何話してたっけ、洗濯物だ。扇風機が近い。ああ、確かに扇風機あればいいね。扇風機ないわ、買おうかな。傘たくさんありがとう、ハートもありがとう。眠いけど寝てはいけない時はどうしますか、アドバイスください。エナジードリンクとかに頼っちゃう、私の場合はね。かな、うん、じゃなきゃ起こせない自分。あ、いっぱいだ、リンゴスター傘ありがとう。たくさん、何これ、傘、フラワーシャワーと同じ感じのやつ。じゃあ何、フラワーシャワー、傘、傘シャワー、なんか嫌じゃない名前。傘、傘英語でなんて言うんだ、傘、傘、ただの傘。傘、アンブレラ、アンブレラ、あ、それ雨かと思った、傘なのか、アンブレラ、アンブレラ、あ、英語だ、かっこいい、かっこいい、英語ってかっこいいね、アンブレラ、雨はレインだ、なんでこんな簡単な音、やばいやばいやばい。アバター弾けない、あ、私のかってこと、目元のメイク関係する。え、これね、多分ね、カラコンをいつもと違うものにしてるんですよ。そう、消費したくて、早くこのカラコン自分に色が合わなくて、早く使って使い捨てたくてね。だからすごい茶色くて、なんか自分で言うのもあれだけど、大花さんの目みたいだなってちょっと思っちゃってるの。そう、メイクはもうほぼ取れてるね、汗かいたもん今日もいっぱい、マスクのここのさ空気とあれでまつげが全然上がってない。途切れ途切れ、え、え、え、配信がずっと、嘘、え、 Wi-Fi 繋がってたかな、わかんない。あ、レインボーパラソルだって、パラソル、なんか目がよく似てるってね、よく言われるんですよ、大花さんと。時間も止まってない、途切れてない、あ、ちょっと違うんだ、なんだろう、深くしてる、電波が弱いのか、ここ。そう、それをね、この間の公演で大花さんに言ったら、あ、
自分も言われたことあるとか言われてたんだよねって言われててらしくて、言われてたらしくて一緒だった、やっぱり。画質いい、ね、本当あ、待って、15分経ってる。今日で815日目ありがとうございます。ペーテル坊主もありがとう。カラコンの感じが似てるのか分かんないけど、分かんないけど、さあ、やさやすか、ありがとう。じゃあちょっとランキングを読みます。38位、うーん、これはヤギだっけ、ヤギのアバターさん。1位、これさ絶対変わらない、変わる、待って、これえタワー分ですか、あのなんだっけパラス、シャワーパラス、ん、なんだっけ、シャワーパラソル持って、変わった、ランキング変わってない、変わったよね多分、うん、これ最新ちょっとわかんない、教えてください。えちょっとやばい、見開きすぎた。レインボーパラソルだ、レインボーパラソルだ、ありがとう。シャワーはつかないのね。え半分以上、嘘、え、待って待って、知らんかった、ちょっと待ってよ、あ待って待って、変わった、今変わったね、ちょうど。これメモしなきゃいけないやつだね、ちょっと配信が終わったらメモします、いつも通り。名前が呼べないので、いつか言える日に全部言えたら言いたいと思います。もういつから言ってないかわかんないんだけどさ。1位ハッピーさん、レインボーパラソルたくさんありがとうございました。ちょっとどうやればいいか分かんないタワブらしかった、ありがとうございます。ちょっとしかも飾ってよ、ありがとうございます。2位私のアバターさん、ささんクマタワーここにいる、ありがとうございます。かわいい、アメ仕様だね、6月だから、ありがとうございます。3位ハッピーさん、4位ハッ、ん、4位トップ1のアバターさん、5位男の子のアバターさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位、何これかわいい、私好きクマ、クマのアバターさん、11位またクマだ、かわいいクマのアバターさん、12位猫のアバターさん、13位猫のアバターさん、皆さんありがとうございました。ちょっと本当にごめんね、大富豪の時間だったのに、自分もできないのに配信してしまった。明日もちょっとね、あ、なんかカクカクだ、なんかね、やらなきゃいけない、覚えなきゃいけなくて、ちょっとあれなので配信はまた短めになってしまうと思いますが、ごめんね、今月ちょっと忙しすぎて急に配信が短くなっちゃう。ちょっとまたしあさって以降とかに長く配信できたらいいなと思いますありがとうございました、頑張ります。すごいカクカクしてる、みんなありがとう、ゆっくり休んでね、おやすみなさい、ありがとうございました、バイ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 。